ポケモンブリー第続きからやっていきましょう。で、前回から今回までの間にちょっと一匹ね、新しく、不安定の、バルーンを捕まえましたと。まあちょっと金曜に、なんか取れそうになかったからわざわざ戻って捕まえに行ってきましたと。なんで、ミュウが代わりに離脱して、バルーン加えてあと卵って感じかな今。まあ、とりあえずこれで冒険していきましょう。で、ロストタワーに、ちょっと行こうかな。ここは、そんな、大した場所じゃなかったような、トレーナーがいたかな？トレーナーがいて、最上階に呪いのお札かなんかがあるんじゃなかったっけ？まあ、倒していくか。はい、かかってこい。なんてことしやがるんだ。消えろ。イチャモン。イチャモンか。いやー、まだこっちの、なんか、そういうのはいらないな。はい、終わりー。バイバーイ。はい、さよなら。やべえ、やべえ、やべえ。あ、やべえ、あのボールも取らなきゃ。その前に、毒消し、毒消し。いっぱい買っといてよかったね、前回。回復挟んどこうか。いやー、微妙だな。いや、一応やっとこうか。万全にしとこう。崩壊の方はまあ回復しないでもいいかな。いやー、この回、まん丸いし、ピンプクだったかな？に持たせるやつか。この回トレーナー一人か。ここ何階建てだっけ？ 5、6階ぐらいだったかな？こんにちは。こわもてだ。かわいいポケモン使ってんな。ウィー！一歩動いたら一歩どころか半歩だよな、あれ。元気のかけらー。彼は大好きクラブですかね。そうだね。はい、オッケー。はい、オッケー。はい、さいなら。あー、静電気やっぱもらうか。それは警戒してたけどな。この手のトレーナー親子連れなんだな。いつもなんか二人いるなぁとは思ってたけど、ちゃんとバトル場に二人いたわ。さあ、登っていきましょう。そっちの下はタックかな。これも何？大好きクラブ？はい、ドーン！さよなら。これも叩くか。消えろ。さらばだ。マッパンチ。オッケー。さよなら。お金いっぱいもらえるな。そこもタッグバトル。ローキック。あれも倒したいけど、こっちから行って二人対戦になるか？なんで近づかなきゃダメか。お、一発で落ちた。オッケー。
今の戦いで思い出したけど、もう一体ポケモン捕まえてたわ。ここにいるんだ。ダークローね。闇ガラス。探検セットで地下行って、ちょっといろいろ掘ったりしてた時に、空間の場所で見つけたんだよね。ああ、ここ最上階か。ここは何もないのかな？なさそうだね。調べても何もない。こんにちは。行きはよいよい、帰りは怖いだ。これは持っておいき？清めのお札。あ、呪いのお札は違う、ここじゃねえか。清めのお札。それを戦闘のポケモンに持たせると、野生のポケモンがあんまり姿を見せなくなる。そういう話した途端に出てくんのやめてよね。このロストタワーは死んだポケモンの魂を沈めるための場所。長く生きたもの、短く生きたもの。どんな魂も安らいでいい。よく来てくれたね。この技マシン持っておき。技マシン黒。何？あ、怪力ですか？ここでもらえんの？秘伝の技怪力を使うなら、どこだったか忘れたが、とにかくポケモンジムを巡りなさい。まあ、とりあえず三つ目。あ、結局来なきゃいけない場所だったのか。三つ目のジムが格闘なので、怪力は、それっぽいよな。これ穴抜けの紐できたっけ？あ、できた。ふーし。じゃあ、ポケモンたち回復したら、北上していきましょうかね。ああ、ついでにここ寄ってこっかな。新聞社。確かなんか捕まえてみせてっていうタイプの。バイト募集の看板を見てやってきたんだろ。まあ、なんだっていいさ。おお、それはポケモン図鑑。77カマだってどうどう博士の知り合いか。そいつは頼もしいな。ポケモン探しのプロだもんな。あれ、銀河団の CM 流れてない？今回連れてきてほしいポケモンはスカタンクだ。教授に連れてきてくれよ。まあ、この、連れてきたらなんか報酬がもらえるんだよな、確か。あとそうだな、あそこの、ちょっと右の方にある民家行ってみたいな。基本的に民家なんかあったりするからな、ここだったかな。あれ、そっちにも民家あった。失敗したな。あっちも行ってみたい。なんかあんのかな、ここ。はあ。子供に見せてあげて、その子供はどこにいるんだい？ここの民家も一応入ってみようかな。あまり民家は、まあ行ってないけど、行ったら、だで道具もらえたらすっきりするからな。卵の証明ができない。びっくりした。こっちに来んなよ。ここか。ここか。なんだってこんな場所に家建てたんだ、お前。絶対不便だろ。素直。おー、びっくりした。そのあたりは、昔から、このあたりは昔からポケモンが多かった。これ、レジェンドアルセウスの方でなんか、この辺には牧場があったりすんのかな？預かり屋ってなんか物もらえたりしたっけ？なさそうだな。なんか増殖バグがあるらしいけど、昔もね、ポケモン増殖バグあったんだけど、ポケモンじゃなくてその時は道具の増殖バグだったね。昔やったわ、それ。マスターボールを増殖させまくったのよ。しかもちょうどこの辺りで増殖させまくったからな。さあ、ポケモンバトルしよっか。はい、オッケー。じゃあ、次お願いしまーす。はい、オッケー。次お願いします。
はい、オッケー。さよなら、バイバーイ。おー、グラス来たか。夏希状態上がってたんだな。やっとお荷物アイドル卒業だぞ、グラスちゃん。これからは戦力になってくれるといいけど。ロゼリアに進化。ロゼリアだったら地下洞窟でいっぱい取れるんだけどね。綺麗な水を飲んで育ったロゼリアは色鮮やかな花を咲かせることで知られている。毒針、うん、忘れよう忘れよう。成長は攻撃特攻を上げる。悩みの種かな。毒針だけか。あー、こりゃ多分忘れてるな、他の攻撃技を。じゃあ誰連れてこっかな。グラスちゃんは進化しちゃったしね。あ、間違えた。これプラス。よし。そこの人はトレーナーじゃないんだ。この辺の人たちって時間帯でバトルなのか？あの人はなんだ？鳥使いか。ここで一休みポケモン、一休み鳥ポケモンで言うなら羽休め。あ、羽休めくれる人か。あ、やべやべやべ、ちょっと草むら入っちゃった。草むら出たい。よし、よし、やっと出てた。あー、押さないで欲しかったな。それこそ、さっきの増殖バグ、この二人に手伝ってもらったんだよ。声がなんかちょっとおかしい。ちょうど、それこそこのバトルサーチャーを使って、この二人をバトル状態にして、ていうかここがタッグバトルが、その左上も見えてるけど、してくれる人がいるから、二人いるから便利だったんだけど、エネコとメタモン使って、猫の手使って、なんだっけ、メタモンがエネコに変身して猫の手使ったかなんかして、相手の持ち物をメタモンから奪って、だっけ？違う、エネコの方からメタモンが変身した後に奪うんだったか。もう忘れたな。昔そういう増殖技があったんだよ。はい、オッケー。はい、さよなら。お、蓄える。蓄えるね。結構いいもん持ってるから、今いらないかな。あー、これ蓄える飲み込むの回復コンボね。ね、いらないっす。吐き出す、これもか。同時に覚えるんだな。いらないっす。蓄える覚えなかった時点でいらないでしょ。まあさっきのあの増殖バグに関しては別に猫じゃなくても、確か猫の手が使えたら何でもよかったはずなんだよな。ほんと覚えてないけど。静電気怖えけど。いやー、静電気怖えって言ったんだけど。はい、オッケー。はい、さよなら。あー、静電気警戒して、あれ撃てばよかったね、火の粉の方。まあ、火直しと、まあ、回復はまだいっかな。多分ね。スーパーボールいらないね。これは後でお金に変えときましょう。せっかくだから、まあ、バトルしたいから、あっちの二人組の方に行こう。あ、ここ通れないの？
ラッキー。ラッキーって経験値多くくれるポケモンじゃなかったっけ？おお、いっぱいくれた。ハピナス、ラッキー、ピンピクあたりは全部経験値多くくれんのかな？でもラッキーってこの辺で出るレアポケモンなんじゃねえか？さあやりましょう。はい、さよなら。はい、さよなら。バイバーイ。まだ進化しそうにないね、ライトニング。この人トレーナー？トレーナーだった。はい、オッケー、次。はい、オッケー、次。はい、終わりー。で、ここには、コダックがいいんだよね。コダックたちがじっとしている。何をしても動きそうにない。頭痛がどうので動かないんだよな。だもんで、この上側、カンナギの方には行けないんだわ。まあ、今はいいわ。カフェ山小屋。モモミルク買えるとこだったよな、確か。はい。ああ、勝負してくる人いいんだ。戦っとく？モモミルク。お金あるしな。10分買ってやろう。回復量どんなもんだったかな、モモミルクって。なかなか良かった気もするんだけど。HP100 か。まあいい傷薬よりいいのか。あ、トレーナーだった。はい、さいなら。あー、不安定ってレベルだっけ？石だったか。布だっけ？布持って通信交換なら俺育てる意味ないけど。あ、コダック見た。コダックというのはいつも頭痛に悩まされているポケモンでな。まあ、静かに見守ってやるしかないだろうな。トレーナーっすか。オッケー。では、次をお願いしましょう。はい、オッケー。じゃあ次。はい、さいなら、終わり。やばいな、回復してあげなきゃ。あー、いや、モモミルクは早い。オッケー。こいつもトレーナーなんじゃ？やっぱそうか。アンコールされてしまった。お望みのアンコール技だ！消え失せろ。はい、さようなら。さて、出るか。ホークアイには結構育ってほしいんだけどな。飛行技をとにかく覚えてほしいな。次のジムが格闘だから相性いいの多分ホークアイぐらいしかいないんじゃないかな。さ、君はトレーナーだね。はい、オッケー。オッケー、さよなら、バイバーイ。お、来た、ホークアイツバメ返し。
それ欲しかったんよね。電光石火あるから体当たり消すか。よーし、やっと飛行技2つ目、ツバメ返し。不安 T も一応飛行ゴーストかな、だったかな、飛行ゴーストだから飛行技欲しいな、持ってないな。格闘には相性いいよな、飛行ゴーストって。格闘技はゴースト無効だろうからな。あれ？トレーナーじゃないの君。あ、ランナーの方か。そこの格闘を、お前、トレーナーか。違った。しっぺ返し？くれんのか、しっぺ返し。おー。そこの人とあっちの奥の人はトレーナーだよな。戦おうぜ。や。はい、終わり。さあ、そっち、わざわざ居合切りしていくってことは、まあ、アイテムあったしな。謎だよな。なんで野生のポケモン手伝ってくれてんだろう。ポケッチにあれかな、キャプチャー機能的な、機能があんのかな。ほい、終わり。次出してきてください。はい、オッケー。さ、最後のポケモン出してこーい。オッケー、ナイスナイス、ツバメ返し。さあ、これが何なんだ。拳のプレート、格闘技か。そのもの、時間時空の2匹分身として世に放つ。ああ、これプレート全部集めるとアルセウスの話聞けんだよな、多分。てか、地下でプレートを1枚取ったんだよ、大空プレート。これ飛行の技の威力は上がるからさ、崩壊持たせとこうか。拳や清めは、拳は別にいいか。コアモテだったりもののけはまだいいかな、別に持たせるものが特にないからな。これ奥なんかあんのか？いや、何もねえな。一応もらってく？あ、なんか向こうに見えるな。ブリー。これは？モモン。登って、あの道具取りに行くか。エフェクトガード、戦闘用か。そっちの奥気になるよね。あ、ショートカットかこれ。ほら、挑戦してやろう。あー、カルバー。オッケー、次。うん、必中ツバメ返し強いね。カルマちょっと失ったのはでかいけど、カルマ一番育ってるからまあいいんじゃないかな。他との差を埋めるためにも、ちょっとしばらくは、瀕死動状態だけど休んでもらおう。電撃波。なんこれ。電気技かな？これか。必中技だ。あっちの奥に道具はない。そこに人いるけど、あれはバトルか？違うな。この人バトルしないのになんで配置されてんだろう。
これもらって、あ、なんでも直し、そこタックだよね。やるか。エリートトレーナーだこれ。オッケー、ナイス、ツバメ返し。オッケー、いやー、あぶねー。オッケー、さよならー。きたー、進化だ。ライトニングレベル30、最終進化へ。今日2回進化あったな。かっこいい。おお、電撃のビリビリ音がするぞ。レントラーに進化した。いや、かっこよ、横顔。あらゆるものを透視してしまう目を持つ、物陰に隠れた獲物を見つけて捕らえる。すごいな、透視、眼光ポケモン。電気単一なのか。まあ全然別にいいけどね。木の実回収。孫の実。もうすぐポケセンだからね、回復しなくていいと思うんだけど、ポケセンってか待ちか。え、バトルなんないよな。やだな、純出てきたりしないよな。とばりー、着いたー。懐かしい銀河団がいる。さあ、どうしよっかなー。とりあえずポケセン、ここだったかな。そういえばではあるけど、ここのなんだ、上位さん的なガードの人いなくなって下行けるようになったんだよね。あ、はいはい。ここなんだっけ。はじめまして。ちゃんと名前ついてる。ポケモングローバルクラブ。インターネットを使って世界中の、あー、上はローカル、下はインターネット経由なのか。オンラインってやつか。へー、いや、いいです。なるほど。こう、他になんかできたりは。いや、いいや、そんだけか。じゃあとりあえず出よう。どうしたものか。なんかあったり。あー、そこあれか。これなんか、帳デパート。百貨店か。これ次回行きたいな、百貨店。その前にジムどうしよう、クリアしよっかな。キリン、あ、隕石ここだっけ。隕石って帳だっけ。俺があれ勘違いしてたのか。俺ヨスガだと思ってたんだけど。ヨスガだっけ、前回いた場所。ズイだわ、ズイ。ズイに隕石だと思ってたけど、帳、あー、いや、思い出してきたかも。帳にあったかもしれん。隕石あったわ。ここか。君は関係ないよね。あ、倉庫に技マシンがあるんだってよ。これ、あれよ。ネオキシスの携帯変化用の隕石だからね。何これ、メトロノーム。昔ここには隕石が落ちてきたのか。の割にここ大都会なんだよね、割と。立志湖か。さあどうしよう。あー、吸い込まれるように入っちゃった。ここはあれ不詳、ブティックってやつでしょ。おー、昔ここゲームセンターだったけど、その時の BGM じゃないこれ。変わんねんだ BGM は。懐かしい。
スロット打ってたな。しかもピッピがいるってことはゲームセンターっぽさも意識してんだな。指を振るへようこそ。いやー、一式コーデ式なのか。スタイルを選ぶとかあるんだな。あ、これがいいな。変えねえな。これがいいけど変えねえな。いや、絶対これがいいわ。パンク系がなんか好きなんだろうな、俺。剣盾でもそういう感じのファッションになったもんね。フィッティングルームがそこにあるけどさ。これ、使えんのかな？使えないのか。服を持ってないのかな？てか、ここによく見たら飾ってあるの、さっきの売り場にあったな、話しかけた時に。へぇ。いい感じの店だな。ファッションスタイル、指を振る。いつでも好みのスタイルで。ここ昔ゲームセンターで、隣は景品交換みたいな場所だったよね。ここは何だろう？倉庫。景品交換じゃなくて倉庫になったの？景品交換だっけ？景品交換だったかな？景品交換だった気もするけど、なんか曖昧だな。10年以上前だからな。ある日隕石が降ってきて、そこに街が栄える。考えただけでロックだぜ。隕石やっぱここで合ってたわ。さあどうしよっかな。ジム、やっとく？何のためにこの高台あんだろう。レンズ。あっちの人に話しかけたい。お前じゃねえんだよ。もういいや。おい、なんかくれた。悪巧み。隕石の町帳。こっち来たけど、あれや。ちょっとずれてる。アラキア、ポケモンジムに挑戦するな。どんどん強くなっていくね。僕はちょっとデパートに行ってみたり、もちろんちゃんとポケモン図鑑も作ってるよ。ということで頑張ってね。じゃあね。なんで毎回ちょっと言い訳してるみたいになってんだろう。あっちなんだ？看板があるけど。看板、これ何？ああ、ここはトバレシティ、石に囲まれた空間。それだけか。さて、じゃあ挑む？せっかくだし挑んどこうかな。次回もなんかいろいろありそうだし。いやー、懐かしい。この隔ててる壁を動かすんだよ。あっさ、未来のチャンピオン。ここのジムリーダーは格闘タイプの使い手。ノーマルタイプのポケモンには分が悪い相手だな。だけどだぞ、ここだけの話、飛行やエスパータイプ、あとフェアリータイプも苦手かもとジムリーダーのスモモちゃんは言ってたぜ。ちょ、出るな。何出てんだ。これが見たかったの。なんでジュン先回りしてんだあいつ。これトレーナーかな。ちょっと待って。相性いいの先頭に持ってきとった方がいいよね、それは。あ、でも待ってよ、そうなると、あ、これ動かせんの？初めて知った。そうなるとお守り小判のカルマが、悩ましい。お金も欲しいんだけどな。ライトニングと入れ替えとくか。ほら、バトローゼも。空手4兄弟。あ、4人いるわ。全員倒せばいいのか？オッケー。まず1体目。オッケー。あぶねー。若干対策されてるっぽくて。岩石封じ食らっちまったからな。普通にいい対策だわ。やられるかと思った。さて、ギミック。これをこう動かすんだよな、確か。
あれ動かしてよかったのかな。あの人と戦えない気が。あー、まあいっか、戦ってとりあえず前の3人は全員戦っとこう。そっから話を始めよう。オッケー、まず1体目よし。2体目オッケー、3体目さて、じゃあ次はここだね。その前に回復しとくか。あー、どちらかといえばホークアイの方が回復重要だよな。うん、これで。じゃあまず3人目やったらなんかいろいろ考えないとな。あ、終わった。早っ。さーて、あー、まず回復。いい傷薬でいっか。さあ、これどういくんだ？あー、そこに行きたいのか。あ、じゃあ今動かしたのまずかったか？いや、いいのか？ん？いや、まずいのか？でもあれ以上外には行けねえのか。これ動かして、結局あの中央を最終的に通るのか。これは、なるほど。そこ通って押すのか。これで、一番奥まで行きたいわけだ。で、これをそっちに押して、もう一回通る。同じことをさせるな。これはスティックの方がいいか。押す。で、これを向こう側、あ、ここ通れない。一番奥でも同じようなことをやらなきゃいけなくて、これを押して、中央は押さなくて、いや、これは押さないといけないのか。あ、これ押しちゃダメか。いや、押す必要あんのか。やべやべ、入っちゃった入っちゃった、捕まったー。後でやるつもりだったのに。はい、終わり。次出してくださーい。オッケー、ワンパンチ。オッケー、電光石火で終わり。さて、じゃあ謎解きの続きなんだけど、ここやった後に、中央叩いて、ついでに奥もか。ここも叩いて、ここか。これを叩いて、で、こいつの部屋通って、いっちゃん奥に。で、これを叩くと。よし、こっからいける。さて、じゃあ、バトル前に回復状況。オッケー、全員これで問題なしかな。じゃあ、バトロー。見えない、見えない。はじめまして、よろしくお願いします。私、ジムリーダーのスモモって言います。どうしてジムリーダーになれたのか、強いってどういうことか、自分でよくわかってないんですけど。ジムリーダーとして、私なりに真剣に頑張るので、どこからでもかかってきてください。真面目な少女って印象は。スモモ！アサナーン。
難しいですね。どうしよっか、火炎車かな。とりあえずバトル出した後に、よし、いけそう。光の壁か。まためんどくさいの貼ったな。特殊か。じゃあ大丈夫だ。俺の使う技ほぼ物理。なに？ここで回復使うようになってくんのか。もう一回車当てて、オッケー。これ朝なん突破。壁残ってるけど特殊だから崩壊に変えちゃえばいいよね。ゴーリキー、ここはホークアイが頑張ってくれる。頑張れロバート・クリント。ロバート・クリント、さーて翼、オッケー。あー残るー。いやー岩石富士やばい。先手取れるかな。素早さ下げられた。いやーまた回復使うの。よしよしよし、まあ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 いいでしょう。まだオッケー、先手取った。回復どうしよっかな。ルカ格闘鋼だったよな。いや最悪変えてもいいや。勝負はここから、ここからです。ウカリオンも手持ちに欲しいな。早いとこ弦だったかに合わなきゃいけないけど、まだまだ先なんだよね会えるの。効くよね。いやー後手か。いやしかも効いてないのか。引っ込めよう。ドレインパンチ、いてててててて、まずいな。まずくないか。非常に決めてくれ火炎車。いやー残る、残るかー。あでもやけど。いやードレインパンチきつい。でも耐えた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 ってことは勝てる。やけどで減る。その上で火炎車当てれば。これって私ピンチですよね。そうね、火炎車当てれば。よし来た、オッケー。やけどなかったら多分やられてたね。半減がなかったら。よしカルマもう進化すんじゃねえの。そろそろだと思うけど。ギガドレイン、いい技覚えようとすんじゃん。ギガドレ威力75。吸い取るだねこれは。葉っぱカッターとか覚えてほしいけどな。私の負けです。だってあなた強すぎるから。やったー。あ進化あるわこれ。あそっちかバルンか。新参バルンの方が先に進化しちゃった。30後半だっけな、御三家の進化。結構遅い印象ではあったけど。
エアライドだわ。フワライドに進化した。バルンのエアライド。ちゃんと進化してくれた。昼は寝ぼけて浮かんでいるが、夕方大群で飛んでいく。行き先は誰も知らない。めっちゃ怖いんだよな。フワライドとか、その辺、こいつは。ゴーストダイブ!なんていい技を覚えようとしてるんですか?一旦目どこかに消えて、二旦目に相手を攻撃する。物理か。たたり目。たたり目かな。シャドボは強いので置いときたいよね。ゴーストダイブ。はい、私の負けです。久しぶりに負けちゃいました。でもいろいろと教わりました。ですので、このジムバッジ、どうぞ受け取ってください。コボルバッジ。コボルってなんだ?ですね、そのポケモンリーグ公認のジムバッジを持っていると、いつでもポケッチの空を飛ぶの、あ、空を飛ぶか、ここで。まだ怪力じゃねえんだ。あとこれもどうぞ。やった、空を飛ぶできるようになったのか。技マシン60。ドレインパンチの技が入ってる。あのですね、その技を使うとダメージを与えるだけでなく、相手の体力を吸い取ります。よっしゃー。ジムも終わって、こっち取れない。あ、押しちゃった。あ、やべえ、ちょっと、おっさん。いやー!まだおったんか、お前。あ、ラキア、お願いがあるんだ。うっかり落としたポケモン図鑑、銀河団に取られたんだ。力を貸してよ、倉庫の前で待ってるから。絶対にお願いだからね。何やってんだお前。おっさんに話しかけたい。おっさん、やったよ。まあなあ、俺はお前なら勝てると思ってたぜ。そんだけか。割とおっさんのファンなんだよな。お、いやー、不思議な贈り物解禁されてる。いつ解禁されたこれ。受け取ろう。いいです。おー、降ってきた。うわー、特殊な見た目してる。マナフィーの卵。で、着せ替えアイテム、プラチナスタイル。あー、まあそうだね、あれだ。ジムバッジ3つ手に入れると不思議な贈り物解放されるってのは読んだわ。だから今解放されたんだね。まあというわけで今回はここまでにしときましょう。結構長くなってる可能性あるけど。まあそこにね、なんかいるけど、次回あれやりましょう。というわけで今回はここまで。それではまた次回。バイバイ。